危なかった。せやな。間に合わなかった。もはや身内症やん。もうセーフじゃないよ。俺の上におねしょしたの許さない。わろた。メジェド様。激おこやん。寝返り打ったら下に幽霊が潜り込んでる。あら、奥さんお買い物？いや、帰り。お知り合いで？そのようですな。だいぶ馴染み感が出てる。本気を出してきた妻と僕。強そう。土下座しろ。沙織の真の姿か。こんなん笑ってまうわ。結婚相談所、理想のお相手は？健康で優しくて。決して結婚相談所になんて頼らない。これだけは譲れません。相談員いません。お前が言うな。もはや煽りに来てるだろ。おじいさんがどうしてもサンダーバード1号に乗りたいというので。運んでおります。認知症が進んだか。この後足の肩を一気に持ち上げて、頭から滑り台に落とすんですね。車の次は列車、列車の次は国際救助隊。サービスではございません。サービスではないな。ボランティアでもないのか。すべて有料となります。いずれこうなりそうではある。ワニおるやん。こわ。手前は食われたのか。女の子の絶望感に満ちた顔。もしかしたらサメかもしれない。マヨネーズが違法化されたら怒りそうなこと。香取慎吾号泣記者会見。闇市でマヨネーズが。マヨチッチェってきなくなる。マヨラーが暴動を起こしそう。もはや社会問題レベルだろ。美しすぎるタクシー運転手。裏道が詳しすぎるタクシー運転手。立ち話が長すぎるタクシー運転手。ひでえ。倒れるわ。仕事しろ。せめて車内で冷房に当たらせろ。いいくらはほとんど全部売れてしまって残ってるのは消臭ビーズだけだ。ワンチャン客に出してみよう。しょうがねえ、今日はこれで飯食うか。それを食品扱いするのはいくらなんでも。お部屋の嫌な匂いがスーッと消えるよ。お前、本読めるの？わろた。あ、女。子供読む気なくすわ。読めるよ。あなたがエヴァのパイロットに選ばれました。やったぜ。オヴァンゲリオン。間に合ってますよ。ゲンドウさんよ、説明してもらおうか。メロンに潰されたトマト。ゲストが平野レミの回。わろた。まあ毎回こんな感じだしな。上のメロンだけいただきます。とりあえず、野菜に野菜させばいいと思ってる。もう遊べないどん。どんちゃん。かっちゃんは？ソースを選ぶどん。食べ頃なので美味しくいただくどん。父親同伴。あかん。彼氏できなそう。絶対に手が出せない。娘が世話になったようで、いろいろな意味で。ロシア日曜18時30分放送、サザエフさん。え、ザンギエフ？サザエフさん。投げ技使えそう。ピロシキ加えたロシアンブルー追いかけて。眠れると思ったら盛大に違うものが現れた。怖いわ。ひつじ。これは寝れない。一匹で終わりやん。川に投げ捨てられないように変装する。道頓堀ですね。まさかのカーネルさん。カーネル、サンダース。思わず狂犬タッキーにしない？ガッチをついて出るでな。そろそろ営業終了か。いいね。音楽だけじゃ物足りないからな。この上なく使ってんな。あ、私たち、LED つけた玉虫です。躊躇しない。電車来るぞ。思いっきり行け。具志堅の陽光。おら、ダイビングヘッドバット。いやじゃ、絶対に桃汁かけるんじゃ。余計なことすんな。そこはレモンだろ。迷い以外はいらない。レモン汁、桃汁論争勃発。動画及び写真撮影は禁止しておりますので、ご理解、ご協力の上、お楽しみください。わろた。親切。鉄腕アトムみたいな。え、なに？アトラクション。お前にはアイアンクロー。愛の手。何があった？他の人には何してるのか気になるわ。ありがとうございます、ありがとうございます。マッチ一本カジノ元、みたいなこと言ってください。マッチョいっぱいガチのホモ。うほ、うまい。いいね。すごいな。蝶のように舞い、政治家のように。逃げる。記憶も消えます。なお逃げ切れる模様。また戻ってくるしな。政治家と芸能人の得意技。くたばれ。ひでえ。仲良しは？シンプルベスト。撮影 MAX なんだけど。
ごめん、隣のトイレ使ってくれへん？こっち見んな。どんな体勢だ？漏らしたのか？なぜか殴りたくなる。今日は、あの村を襲う。やめろ。世紀末かな？ムルキン出しあかん。あれ？おかしいな。なんで犯罪の絵本に？ストップやめよう。歩きスマホより危険。中華製スマホ。爆発するからな。マジで危険物すぎる。でも冬場は北海道として重宝する。やっぱりアップルがナンバーワン。石原さとみさんがプロフィール画像を更新しました。石原さとみだった。潜水。そう見えてくるから不思議。私もこれにしようかな。崩壊ウォッチ。ベルゼバブだ。ウォッチッチー。ビッグボスが順を解体した時みたいになっとる。うまいねー。高志、ママさんバレーの大会がもうすぐなので、朝練に行ってきます。朝ごはんは冷蔵庫にあるので、チンして食べてね。お母さんより、追伸。めっちゃ美味しかったぞ。お父さんより。てか、父さんの分も作ってやれ。高志は何を食べろと。追伸、お母さんに言いつけるからね。息子より。高志涙目やん。お酒を減らしましょう。健康には気をつけて。今夜は寝かさないわよ。悪魔のささやきで草。セクハラでパワハラ。泥酔からの、ケツ穴確定。そや、酒にすがりたくもなるよ。無理。理科、可能です。こうして政治が決まっていたのか。しりとりだったんだ。しりとりで、状況が180度変わってしまった。真ん中の人うまい。第1回ワイン一気飲み選手権。一升瓶に見える。それにしか見えなくなってきた。手前の子はブドウジュースだよな。サイゼリアでマグナムボトル一気飲みならある。以前は画鋲やマヨネーズを入れられていたのに、最近はすっかりみんな優しくなった。闇が深い。腐ってお前、石ってお前。充実してそうだな。どこがよ。ページを開くたびに知らない人がウォーリーはここですと教えてくれる。すげえムカつく。余計なお世話だ。多分親切な人なんだよ。なんでみんなニッコニコなん、わら。誰かが道を覚えてると全員が思ってた。リンゲルマン効果やな。さてどうすっか。言い出しっぺが逆切れするまでがセット。あるある、わらわら。ファミレス接客、注文品を運び終わったらお客様に。安いものばかりですけど、ご注文は以上でしょうか？と声をかけましょう。ほっとけ、わら。給料日前だから仕方ないだろ。言われたら嫌だな。失礼。はい、貧乏人は黙ってて。もうそれにしか見えない。ぶち転がすぞてめえ。お前が言うな。仏様に怒られてこい。振らないであえてついてみたら、思いのほかよく飛んだ。天狗だこう。あ、入った。ラッキーマンであったな。どんな運動神経してんだよ。この後俺は冷蔵庫をそっと閉め、心療内科へ通うことを決意した。オレンジ、歯磨きしろよ。狂気を感じる。何も見なかったことにしろ。誰も知らない冷蔵庫の中の真実。お待たせしました。こちら、チャーハンになります。勢いが素敵すぎる。ライスシャワー調理済み。中華鍋で豪快にやってそう。うわーパラパラってなんでやねん。 NHK 教育の新番組、お父さんどっか行って。教育とは？パパと結婚するって言ってたくせに。お父さんシーン。お父さんなんで今日家にいるの？始球式を理解していない。売っちゃったか。ミスター赤ヘルは始球式でホームランとか打ってる。昔はこうだったぞ。いや、割とわきまえてる感じ。炎使いレッド、水使いブルー、闇使いブラック、光使いイエロー。運転うまいゴールド。一番平和なスキル。どうも、ペーパーゴールドです。運転しなくてもゴールド。だいたいみんな水使いってことか。フリーエージェントでイギリスに行く。なんで優が出てきたんだ。ファウク。ファウケとも読まんがな。フォーク。サンドイッチを作るから、好きなものを持ってきてってお願いしたら、全員がまさかのゆで卵スライサー持参。スライサーの方？いや道具の方かよ。何人でサンドイッチ作る気だよ。しゃあない。みんな注文決めた？ボタン押すで。俺、まだピザ決めてない。ちょ待って、俺スパゲッティ。お願い、わら。それボタンなの。あらやだ。言うとる場合か。そこで意識が途切れている。ハンカチ忘れたレベルで言うな。言うとる間に行く。会社から首を切られ飲んだくれてたら、終電を逃し、帰る足を失った。うっめえ。ズボン履けや。友人に払わって話すか？しかしこのいでたちである。何について調べますか？何について調べますか？何について調べますか？何につ。懐かしいな。
うちにもいる、カエルくん。お前たちを消す本本。今の小中学生はわからないだろうな、このネタ。え？金田一じゃなくて、コナンの方だったんですか？ペンキ塗ってきます。不気味の谷現象。コナンの実写って黒塗りになるのかね？素敵よか。色の違いだけだったとは。大阪でボケたら想像以上のことが起きた。遊戯王で見た気がする。満員電車でボケちゃった。それダメだわ。客席観音。後ろを振り向いちゃダメ。おやおや、ボケ手に夢中ですが、バッテリー残量は大丈夫ですかな？ 54% 大丈夫です。ご丁寧にバッテリー残量を見てくださっているのね。ボケ手開いてると即バッテリー残量減るからな。リボルバー式じゃないのにロシアンルーレットを始めやがった。空砲だとしても脳みそシェイクからの衝撃でドカンだぞ。空砲でも終わりやわ。もう確定ですやん。空砲という可能性も。ちょめちょめ今日休みます。ちょめちょめに最も入ってはいけないものは？霊新聞など。心臓。お亡くなりになっちゃうぜ。もっと言えば脳もかな。一日だけな、一日だけな。汗。確かに心臓は息を吐くとき少しだけ休むらしいな。3年間付き合った彼女に振られ、布団の中でずっと泣いてたら、気を使ってきた。むしろ嬉しい。気持ちは嬉しいけど、余計に辛い。ってことで、早飯くれ。傷口に塩を塗り込んでる気もする。学級委員長が決まらず、かれこれ20年ぐらい経つ。もう人生じゃん。学級委員長決定委員長。このお姉さん誰ですか？もう PTA 会長決めじゃん。野球の強豪校っぽいけどそうじゃない学校名。正常席。わかる。メンバーはいっぱいいそう。慶応のライバルっぽい。気取って図に乗るやられ役の強豪校。鬼は健太くんの家族と晩ご飯を食べました。鬼は自分のおかずだけではなく家族のを図まで食べてしまいました。そして7杯もご飯をおかわりしました。鬼は人間よりもフライドチキンの方が美味しいことを知ってしまったのです。いいことです。他人の食卓に迷惑をかけるタイプの鬼。ケンタッキーかな。それでこの不満が丘。いやー、さすがに疲れるわ。300年ぶりの特別公開。言ってそう。ですよねー。これめちゃ好き。ずっと同じポーズ答えるわ。女王様とお呼び関記事にハンドルを回してください。なぜ途中から敬語になった？女王様とお呼び。脳内再生したら面白かった。想像したらダメだぞ。朝、起きたら大クワガタ集まってるといいですね。夏休みの思い出やね。ガとかも集まってくるぞ。頭に蜂蜜を塗って一晩街灯の下で過ごす。しかし来るのはカナブンと蜂ばかり。坊主、ここに止めてあった戦車知らないか？戦車？いや、見てないよ。すげえ。分解したのか。映画になりそう。100人乗っても、大丈夫つ。成仏しちゃってるじゃん。心なしか、涙の跡が見える。100人乗っても、大丈夫。の、CM 最近見ないな。うっかり落ちても、無事成仏、多分。神は、すなわち、目である。何もしない。見てるだけ。警察、はいはい、覗きも立派な犯罪だからね。続きは書で聞くから。耳にタコができるくらい聞き飽きたいわけ。ヨハン・リーベルト。通信は傍受しても、バラさなきゃ罪ではない。制裁納めてや、何してもええんやろ。せやからそういう程度の低い、言い訳しかせんのやろ。どこかの誰かに似てまんな。オフィスでお茶を出すときは、相手の右後方に回り、なんで私が、と声をかけて、静かに出しましょう。なんでお前が、って返しましょう。お茶組やりたいって言ったの、君だよね。やな OL。ペットボトルでいいよ。容疑者1名、お腹の中に確保。犯人に徒歩で逃げられた後に大手柄やん。食後。逃げられる心配がないけどそれ無事にいてこれるやつ？むしゃむしゃしてやりました。本屋で、夏になったら売れる本の名前を教えてください。読書感想文、傑作集。読書は好きだけど、読書感想文は大嫌い。傑作集より佳作集の方が売れる。文章になっているそれっぽい文を埋めたら OK。現役教師団。これは売れる、確信。トーマスの中の人。コッパ。でけえ。ほぼ悪魔やん。確かにそれっぽい枠の跡みたいなのあるけどさ。今は戦時中です。日本語以外の適正語は使ってはいけません。あらゆる横文字を日本語に書き換えてください。果物甘煮おじさん、洋風饅頭法案男の聞きだ。牛乳発酵練り子さん、洋風饅頭法案男、新しい顔よ、牛乳発酵犬、あんあん。傑作だ。あんは草。
牛乳発酵ねりこさん。どんどん笑う。一生に一度は言ってみたいセリフは？いけない子猫ちゃんだ。見た見た、あれ猫ちゃん。小豚の間違いだろ。猫カフェで猫おやつを頼んでみよう。クソワロタ。歴史上の出来事に一文字足して残念な感じにしてください。花壇の裏の戦い。しょべー。なんか演じっぽい。ラノベにありそう。ダンゴムシはいたかい。先生、1時間目は国語です。のび太、今の範囲苦手なんだよな。スネ夫、のび太はどの範囲も苦手だろ。先生、お本。では、ゴータくん、113ページから読みなさい。ジャイアン。あーん。テクニシャンな彼に私は絶頂を。すみません、本を間違えました。今時の小学生ときたら、授業中に何読んでんだ。静かどこから出てきた。ピンポイントすぎる。私は天才ではありません。ただ、やればできる、だけです。アインシュタイン。上から。やったら何でもできるのを天才って言うんですよ。出た出た、そういうやつ。天才って大体そういうこと言いそう。答えが、ガンダム、になる謎謎を作ってください。スケールの割には、操作マニュアルが薄すぎる兵器は何？ A ボタンできる、B ボタンできか。コガードは R ボタンだな。第一は、電子レンジくらいのトリセツ。だってあれオートマだし。バイキンマンの UFO じゃね？再建された首里城にかつての面影がない。いや、どこに再建工事を発注したんだ。実際もうこれでいいな。更地でもいい。あの知事なら中華風の建物になりそうやな。国から予算はしっかりもらう桂の知事ならやりかねん。有名なバンド名、二つを合体させて、めっちゃダサいバンド名にしてください。ゲスの極みオールスターズ。俺入ってそう。ちょっと見てみたい。メンバー108人くらいか。結構おるな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。また見てね。